トロールズミュージックパワーは2020年に公開されたアメリカ合衆国の 3D コンピューターアニメーション。2016年に全米公開され、2017年に日本でビデオスルーされたトロールズの続編にあたる。ある日、テクノリーフにボルケーノロックシティの女王、ハーブ率いるロックトロールが攻めてきた。テクノトロールが持つテクノの弦が目的でダンス会場を破壊し、 奪い去ってしまう。一方、ポップ村に住むポップトロールたちは毎日歌い踊り楽しく暮らしていた。ある日、ハーブから手紙が届く。内容は六つに分かれるトロール王国を一つにするためにポップの剣を持ってくるようにというものだった。ポッピーたちはこの世界に自分たち以外のトロールの存在を知り喜んでいた。トロール王国は ポップトロールたちが住むポップ村、テクノトロールたちが住むテクノリーフ、クラシックトロールたちが住むシンフォニー村、カントリートロールたちが住むロンサムフラッツ、ファンクトロールたちが住むバイブシティ、ロックトロールたちが住むボルケーノロックシティ、という個性豊かな村が集まる一つの王国だったのだ。ポップ村の前王で、ポピーの父親であるペピーは、昔は一緒だった6つの音楽の弦が、 それぞれの音楽を志向するトロールたちと共に別れたこと、それぞれのトロールは愛入れないことを話す。しかし、ポピーは仲間になれると信じて、ブランチと共に気球に乗ってボルケーノロックシティに向かうことを決意する。さらに非常食の麺飴を食べるために乗っていたビギーとミスター・リンクルスも一緒に来ることになる。一方、クーパーはポップ村のトロールだが、 他のポップトロールたちとは異なり、長い首と四本足を持つ。外の世界に自分に似たトロールがいると信じて一人、旅立つ。ボル系のロックシティへと向かっていたポピーたちは、異変に気づきシンフォニー村に降り立つ。シンフォニー村もすでにバーブたちの襲撃を受け、弦を奪われていた。ポピーたちは、バーブが、すべての音楽の弦を奪い、王国をロックで支配しようとしていることを知る。 ポッピーたちはロンサムフラッツに危機を知らせに行くことに。到着したポピーたちはカントリートロールたちと仲良くなろうとポップメドレーを披露するが受け入れられずに捕まってしまう。カントリートロールたちはバーブが王国をロックで支配しようとしていること知っていたのだ。その時捕らえられたポピーたちをケンタウロスのような姿をしたトロールのヒッコリーが助け出す。バーブは ポピーたちを捕まえるため、4組のバウンティハンタートロールを差し向ける。ジャズのスムースジャズを聴いたポピーたちは、幻惑状態になってしまう。ヒッコリーが、グミの耳栓をしていたおかげで危機を脱するが、ポピーは女王として守ると約束していたビギーとミスター・ディンクルスを危険にさらしてしまい、怒ったビギーとミスター・ディンクルスは、ポップ村へ自力で帰ってしまう。一方、 クーパーは砂漠を彷徨いオアシスの幻覚を見ていた。その時、謎の飛行物体が現れクーパーを吸い上げていった。その後、ポッピーたちも謎の飛行物体に吸い上げられてしまう。その飛行物体は、ファンクトロールたちのもので、そこには、クーパーとそっくりの双子の弟、プリンス D と、両親のクイーン CEO とエッセンス女王がいた。クーパーはまだ卵だった頃に引き離されポップ村に、 たどり着いたのだった。ポピーはバーブを止めるために、クイーンシー王に助けを求めるが、断られてしまう。昔、本当は、ポップトロールたちが6つの音楽の弦を奪ったのだと、言う。その後、ポピーとブランチは旅を続けることについて話し合うが、喧嘩になり、ブランチと別れることになる。そんなブランチのもとに、バウンティハンタートロールのレゲトントロールと、K、K-POP ギャングが現れ、 ブランチは捕まってしまう。一方、ポピーはヒッコリーにポップの弦を見せ相談すると、ヒッコリーはポップ村に帰るように言う。すると、ヒッコリーの後ろ足部分からディッコリーが現れる。ヒッコリーたちはバウンティハンタートロールのようでラーずだったのだ。そして、ポピーも捕まり、ボルケーノロックシティへと連れて行かれる。その頃、ポップ村へ帰ってきたビギーとミスターディンクルスは変わり果てた。 ポップ村を目にする。すでにバーブたちに攻められていたのだ。ポピーたちを置いてきてしまった罪悪感を感じていたビギーとミスター・ディンクルスは村に隠れていた仲間と共にポピーのもとへ向かう。6つの音楽の弦はすべてバーブの手に渡ってしまっていた。6つの音楽の弦が張られたギターで弾くパワーコードによってポピーが攻撃されるがブランチがかばいロックゾンビになってしまう。 各村の代表たちも同じようにロックゾンビに変えられてしまう。そしてポピーもロックゾンビに変えられてしまう。バーブはポピーにギターを渡して仲間たちをロックゾンビにするよう命令する。しかしポピーはギターを叩きつけて破壊、6つの音楽の弦も切れて消滅してしまう。ポピーはグミの耳栓をしており、ロックゾンビになったふりをしていたのだ。 6つの音楽の弦が消滅し、音楽が失われたかに思われたが、クーパーが心に響くビートを鳴らし始め、プリンス D がボイスパーカッションで合わせると、どんどん周りのトロールたちに音楽が広がっていった。6つの音楽の弦がなくても、心で音楽を奏でられるようになったのだ。さらにジャンルの垣根も超えて、トロールたちがお互いの違いを認め、一つになったのだった。監督のウォルトドーンは、 アイデアが生まれた経緯について次のように語っている。メインとなるポップ、ロック、ファンク、テクノ、クラシック、カントリーという6つの音楽ジャンルについては音楽学者の協力も仰いで決定した。この6つのジャンルが世界の代表と言えると思うと言われたんだ。そしてたくさんのサブジャンルがある。6つのジャンル以外にも盛り込みたい音楽はたくさんあったから92分の映画に 最大限詰め込めていたらいいのだけれどという監督の言葉通り、本作には、ヨーデル、K-POP、レゲトン、スムースジャズなど、あらゆるジャンルのトロールが登場することになった。本作のテーマは大きく分けて2つあり、多様性を認め合うことと文化の登用だ。多様性は、ハリウッドで最も人気の高いテーマの一つであり、音楽ジャンルの異なるトロールたちが、 違いを理解した者を尊重する大切さを、いかに理解していくかが描かれている。文化の盗用は、ファミリー映画にそぐわない可能性があると、危惧されながらも、あえて向き合い、クライマックスで大きなメッセージを伝えている。トロールたちが暮らす、フェルドで作られたような世界は、作業量の倍増の原因だった。毛髪や毛皮の手入れ、刺繍、手編み、擦り切れ、ステッチなど、 独自の技術開発まで行われたのだ。本来 CG はコンピューターで計算するが、フェルトのような細かい毛をきれいに映像として連続させるにはどうしてもコストが高くなってしまう。そのため、いかにコストを抑えながら作業を進めていくかというのが今回の大きなテーマだったという。2017年2月28日、ユニバーサル。 ピクチャーズとドリームワークスアニメーションは2016年に全米公開され、2017年に日本でビデオスルーされたトロールズの続編の制作を発表。同時にアナ・ケンドリックとジャスティン・ティンバー・レイクがポッピーとブランチの声優をそれぞれ続投することが発表された。3月、ポッドキャストのマッケルロイ兄弟はザ・マシルロイ・ブラザーズ・ウィル・ビー・イン・トロールズ・ワールドツアーと題した。 ポッドキャストを通じて本作の役柄を募集するキャンペーンを開始した。キャンペーンの成功を受けて、ドリームワークスは2018年9月、マッケルロイ兄弟が本作に亀を出演することを確認した。2018年5月には、サム・ロックウェル、チャンス・ザ・ラッパー、アンソニー・ラモス、ジェイミー・ドーナン、フルーラ・ボルクがキャストに加わり、ジェームズ・コーデン、アイコナ・ポップ、ロン・ファンチズ、 クナルネエヤーが続投することが発表された。6月12日、映画のタイトルがトロールズワールドツアーに決定したことを発表。同年10月、ケリー・クラークソンが声優として参加することが発表され、オリジナル曲を演奏することとなった。2019年6月には、プロモーションポスターとともに、新キャストである、レイチル・ブルーム、ジョージ・クリントン、メアリー・ジェイ・ブライジ、 ジェイバルビン、エスター・ディーン、グスターボ・デュダメルの出演が発表された。ユニバーサル・ピクチャーズは当初2020年4月10日に全米公開する予定だった。その後2月14日、4月17日と変更されたが007のオータイム・トゥダイの公開延期により再び元の4月10日公開に変更された。イギリスでも2020年3月20日、 公開予定だったが、新型コロナウイルス感染症の流行により4月6日に公開延期された。3月17日、NBC ユニバーサルは新型コロナウイルス感染症の流行を受け、劇場公開と同時にオンデマンド配信を行い、自宅でも鑑賞できるようにすると発表した。この時点では、ロシア、シンガポール、マレーシアでしかリリースされていなかった。 その他にも、透明人間やザ、ザハントなど、同スタジオが配給した作品は、通常の90日間の劇場公開が終了する前に、デジタル公開されていた。新型コロナウイルス感染症の流行が、収束していた中、テキサス州サンアントニオのサンディコスシアター3カ所で、公開された。香港でも5月8日から公開された。その後オランダでも公開され、 オーストリアでは4デラックスとドルビーシネマの両方で公開された。日本では10月2日より公開された。本作は2020年6月23日に早期デジタル購入が可能となった。あとの7月7日にユニバーサル、ピクチャーズホームエンターテイメントより DVD、ブルーレイ、ウルトラ HD ブルーレイで発売された。 すべてにタイニーダイヤモンドが学校でのイメチェンを目指す短編作品タイニーダイヤモンドの始業式が収録されている。7月19日までに DVD とブルーレイの合計で2360万ドルの売り上げを記録した。日本では12月18日よりデジタルセル配信され短編作品タイニーダイヤモンドの始業式やダンスレッスンが収められた映像。 本作の監督を務めた、ウォルト・ドーンやポピー役を演じたアナ・ケンドリック、ブランチを演じた、ジャスティン・ティンバー・レイクや、ジェームズ・コーデン他声優陣のインタビュー映像が収められた、特典映像が収められている。ユニバーサルが、劇場所有者に相談せずに本作を公開したことや、NBC ユニバーサル CEO のジェフ・シェルが、今後のユニバーサル作品は、 劇場で同時に公開されることを示唆するコメントを受けて AMC シアターズはデジタルリリースで同時に公開される作品にはライセンスを与えないことを表明した。リーガルエンターテインメントグループはユニバーサルだけでなく窓を尊重しない映画は上映しないとの声明を出し、これに続いた。7月 AMC とユニバーサルは 劇場公開の最短期間を90日から17日に短縮し、その後のプバードの売り上げのうち、AMC が非公開のシェアを受け取ることで合意したと発表した。ハリウッドリポーターは、アナ・ケンドリックやジャスティン・ティンバー・レイクを含む一部のキャストは、この映画が VOD でリリースされたことを知らず、代理人は、この映画が劇場で好成績を収めていれば、受け取れるであろう。 俳優たちのボーナスを確保しようとしていたと書いた。トロールズミュージックパワーオリジナルサウンドトラックは2020年9月23日にソニーミュージックジャパンインターナショナルよりリリースされた。ロッテントマトズでは154件のレビューに基づいて71%の支持率を獲得し、平均評価は6.2010となっている。メトクリティックでは 35人の批評家による100点満点中51点の平均スコアを獲得しており、今後、または平均的なレビューを示している。アメリカでは、新型コロナウイルス感染症の流行を対策する、規制のため、映画館が大規模に閉鎖される中、25のドライブインシアターで公開発週に約6万ドルの利益を上げた。5月12日までに、 公式な報道がないにもかかわらず、劇場興行収入から100万ドルに近づいていると推定されていた。6月7日までに国内興行収入360万ドルを達成し、公開以来毎週末1位を獲得していた可能性が高い。翌週もドライブインでの上映が続いた。デジタルストリーミングでの公開初週に続き、同社の公開初週の最多ストリーム記録を 更新したことがファンダンゴナウによって報じられた。また、Amazon プライムビデオ、コムキャスト、アップル TV、ブードゥ YouTube、ディレク TV でも1位を獲得しており、ユニバーサルによると、初日に200万から300万ドルを稼いだ前作のレンタル作品、ジュラシックワールド、炎の王国の10倍以上の購入があったという。全体では、週末に少なくとも4000万ドルを稼いだ。 公開から19日間で300万人から500万人が視聴し、総収入は約9500万ドルになったと推定されている。公開3ヶ月後もほとんどのサービスでトップ5入りを果たし、アマゾンプライムビデオ、ファンダンゴナウ、iTunes では時折1位になることもある。8月までにレンタルで約1億5000万ドルを稼いだとインディワイヤーは推測している。 デッドライン .com は制作費約9500万ドルに加えてさらに3000万ドルがマーケティングに費やされていることから900万から1200万人がこの映画をレンタルすれば損益分岐点に達する可能性がありその結果約2億ドルの収入が得られると見積もっているハリウッドリポーターは業界のベテランの意見では この映画は一銭も儲からないかもしれないと書いているが、ユニバーサルはすべての収入源から4000万ドル以上の利益を得ることができると信じているとも書いている。2020年10月、ハリウッドリポーターは新型コロナウイルス感染症の世界的流行の中で、ムーランに次いで2番目に人気のアルプバード映画だったという。ロッテントマトズでは、 155件のレビューをもとに71%の支持率を獲得し、平均評価は6.15、10となった。同サイトの批評価は、カラフルなアニメーション、熱狂的なエネルギー、そして歌いやすい曲を提供するオリジナルファンのための楽しい続編だ。と語っている。メトクリティックでは、35人の批評価による過重平均スコアが100点満点中51点で、 賛否両論を示している。バラエティの応援グレーバーマンは、この作品を音楽に彩られたおとぎ話と表し、表面的な楽しさの割には好感が持てるが、想像力に乏しい作品で驚きよりも熱意があり、同時に自分のテーマの運命を過剰にプログラムしていると述べている。2020年4月9日、ジャスティン・ティンバー・レイクは、 アップルミュージックの引き継ぎの際に、トロールズの映画を7本くらい作ってほしい。文字通り与え続ける贈り物だから。と、今後のトロールズ映画への参加に興味を示した。ありがとうございます。